能登半島地震の発生から明日で3週間。石川県能登地方では昨日から雨が降り続き、今朝大雨警報が発表されました。土砂災害にも警戒が必要です。輪島市から中継です。輪島市内、昨日夜から雨が降り続いていましたが、およそ1時間前に止みました。市内では今も全域で断水が続いていて、今朝家の前で雨水を貯めて生活用水に使うという方もいらっしゃいました。石川県は昨日、輪島市内で被害を受けた住宅の数について、初めて870戸と発表しました。ただこれは分かっているだけの数で、今後まだまだ増えそうです。明日で地震から3週間、被災者の疲労は日に日に重みを増しています。もう体もくたくたれんってね、一日も早く、みんな仮設住宅ができたやろ、避難できるようにしてほしい。このままいつまで何ヶ月何年、同じ状態続くのかなと、慣れんといかんのかなと。輪島市内では明日一部の集落で水道が復旧するほか、24日からは一部の小中学校が再開します。一歩ずつ日常を取り戻すための活動が続いています。